にちは、あゆっぴーです。サワディーカー、今回はですね、2022年7月に3泊4日でタイのバンコクとパタヤに行ってきたんですよ。その時の費用、かかった費用っていうのをご紹介していきたいと思います。これからタイのバンコクやパタヤに行こうかなって考えてる人はぜひ参考にしてみてください。でまずですね、旅の前にかかった費用、航空券代とかホテル代とかインターネット代とかそういったものと、旅の中でかかった費用、食費とかお土産代とか交通費とか、ちょっとそれ分けてご紹介していきます。まずその旅前にかかった費用として航空券がありますね。で航空券なんですけれども、今燃油チャージ料が爆上がりしてるじゃないですか。もうこれ原油高とか円安とかの影響でなんかもうどうしようもできないことで、もうぐんぐん上がってて、まあ 2.5 倍ぐらい、1万円ぐらい、航空券によっても違うんですけれども、場所によってはかかってるらしくて高いんですよね。でなんかびっくりなのが、タイ航空とか JAL とか ANA とかそういう大手のところを使うと往復で1人10万円以上かかっちゃうんですよ。それにプラスして燃油チャージ料がさらに加算されるので、大体プラス2、3万ぐらいですかね。高いですね。片道6、7万ぐらいで、今回私が利用したのはなんかもう動画でもめちゃくちゃボロクソ言ってたんですけれども、エアジアっていう格安航空 LCC を買いました。なのでまた席指定とか、あと荷物の預けとか食事とかそういうのは含まれてないので、追加でオプションで入れる必要があるんですけれども、今回ね、私は席指定行きと帰りと荷物の預け、これは1つ往復分だけで2人で7万5800円でした。安くないですか？2人で割って4万いかないぐらいなので、非常に安くできました。で他の航空会社で JAL の LCC のジップエアってやつがあるんですけど、これもすごい安くて、今ですごい乗りたいんですよ。これジップエアに乗りたい。そのこれもエアアジアと同じぐらいの価格で行けるんですよ。まあ、ただこれも LCC なので、まずは物件とか食事とかは別途お金がかかってしまうんですけれども、これもね、なんか JAL の会社だし、なんかずーっと気になったんですけれども、ちょっといろいろ諸事情があってちょっと実は使えなかったので、次回は絶対にね乗りたいなと思います。で次にかかる費用がホテルですね。ホテルがタイめちゃくちゃ安いんですよ。いいホテルでも場所によってはもう1万円いかないぐらい、1人3000円とか4000円とかで泊まれちゃうんで非常に安かったです。ホテルの内訳はこんな感じです。めちゃくちゃ安くないですか？結構いいホテルだったんですけれども、メランマーレについては YouTube でも紹介してるのでぜひ見てほしいです。すっごい高級感はあるので、ね、1人3000円で泊まれてすごいです。インターコンチネンタルに関しては、動画でも紹介したんですけれども、ここは5つ星ホテルのいいホテルで、そこに1人1万円ってめちゃくちゃ安くないですか？で、しかもすごいプールがあって、ね、バンコクのここも非常に安くて、本当寝る分だけだったら全然問題なし、日本と同じぐらいのクオリティです。アパホテルよりマシだみたいな言い方ある。アパホテルだと思えば十分だみたいな。ホテルだと思えば安いさ。合計すると3万1000円ぐらい。1人 1.6 万。1万6000円ですね。安いっすな。で、次が、3つ目。インターネットですね。インターネットですね。インターネットは私前まで Wi-Fi を借りてたんですけれども、最近スマホを SIM ロックにしたおかげ、なんか SIM ロックになんかなってて、機種変したら SIM ロックになってたので、SIM フリーなんですよ。なので、SIM カードを初めて買ってみました。Amazon で2枚で1180円で買えるものがありまして、これは
かったんですよ。8日間で 4G または 3G データが使い放題で利用できますってことですね。まあ、ただなんかの通信量が3ギガ超えちゃうと、まあ、低速制限になっちゃうらしいんですけれども、なんか電話の料金も100バーツ分入ってて、なんかすごい良かったです。空港とかで買えるものもあるんですけれども、なんかちょっと時間を考えたら、このアマゾンで安く売ってるし、いいやと思って、ちょっとこっちにしました。自分でね、カチャッとやって、SIM を変えて、で、現地着いたら、つけたらもう伝わる。すごい快適で良かったです。次回からの Wi-Fi でも、SIM カードを買いながら、まずは交通費ですね。交通費なんですけれども、今回私はグラフとかボルトとかそういう配送アプリを使ってもう全部乗り切りしていました。っていうのも、なんか昔パタヤですごいぼったくりになったことがあって、で私すっごい喧嘩したんですよ。っていうなんかトラウマとかもあったので、なんかもう一番楽なアプリで。他にも DTS とか MRT とかもバンコクでも使っていたんですけども、あそこ全部合わせて2人で4400円ぐらいでした。で、2000円か、1人2000円。安いな、台湾。安すぎるで、最高。次が、食費ですね、食費。今回私、めちゃくちゃいいレストランとかに行ってなくて、タイにいる父が出してくるタイミングしたので、ちょっとここ、あやふやなんですけども、だいたい1日1000バーツいかないぐらいです。1人で100バーツぐらいで済んでました。1人8000円ぐらい。次がお土産ですね。でお土産はすごい買いました。大好きなハローパンダだったり、ラーメンだったり、タイ料理のとこだったり、お菓子をいっぱい買いました。クシーで買ったんですけれども、大体2000バーツぐらいいったのかな、1500円ぐらいですね。あとは観光費がかかりました。今回モンちゃんカフェと、あとイカ釣りクマントのかなので、2つ合わせて1000バーツぐらいかな、1000バーツぐらいになってきたので1000バーツで3800円。あとそうだ、 PCR 検査もやりましたね。 PCR 検査はこの前の動画でも紹介した通り、1人1500バーツで受けたので、まあ大体5700円ぐらいでした。これ全部合計すると3泊4日タイのバンコクとパタヤ2人分の金額で約14万円になりました。なので1人7万円ぐらいでタイのバンコクとパタヤを満喫できちゃうっていう感じになります。昔に比べるとすごい高くなったなって思いますよね。PCR 検査代がね高いんで、っていう気はします。今回私結構久々のバンコクだったんで、お土産とかそういうの結構奮発して使っちゃったんですけれども、もっと費用を抑えたいなっていう方向けに、ちょっと気をつけポイントを3つご紹介します。1つ目は航空券ですね。航空券はもう本当に安くしたいなら、もう LCC でもう極力荷物も減らして、あとは座席も指定しないで行くっていう方法だと、もっと価格も抑えられるかなと思います。2つ目がローカルの体験。それこそホテルとか食事とかそういったものを屋台で安く済ませるだったり、ホテルは、ね、ちょっとボロボロすぎるのはちょっと人間があるんですけど、本当に良くないので、じゃあ危ないのであんまりすることできませんが、まあ、ただこれでも1人 2,3 千円ぐらいでいいホテルに泊まれたりするので、そういうちょっとローカルな体験をするっていうのはおすすめかなと思います。最後3つ目はですね、もうこれは全部にかかってくるんですけれども、本当にタイミングで、それこそ旅行代理店がやっているツアーとかをチェックするのはいいかなと思います。結構セールとかやってるところ最近めちゃくちゃ見るんですよ。ではすっごい安いなっていうところも多いので、なんかそこはいろんなところにアンテナ張ってチェックして、一番安いところを購入するっていうのがいいかなと。というところでご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと私本当に全部メモってるわけではないので、結構ざっくりでもあるんですけれども、今この2022年4月の現状では1人7万円で
を楽しむことができました。ぜひ、見学動画を参考にしてみてください。じゃあねー。